久保さん、今回科学者のリヒテンベルク、リヒテンベルクにしましょうか。最高の賢者さえ、もう、金を取りに来る人間よりは、金を持って来る人間を歓迎する <laughs>、うん。ギバーとテイカーですね。<laughs> うん、なんですかね、あのー、まあ、僕もネットビジネスこうや、や、ずっとやってて思うんですけど、 まあね、僕の本にも書いてありますけど、ギブすることだと。ギブすることだよと。うん、まあそれ言ってるんですけどね。うーん。なんか、100のギブで足りないんだったら1、もっとしろみたいな <laughs>、うん、う、久保さんがまあうまくいった理由は、何ですかね。まああの、ギブが、ギブをいっぱいしてきたからじゃないですかね。うん 動画もその一つで、いろいろ動画撮ってきて、い、ま、ろ、あ、んな無料でね、お金を取らず、なんか動画見るのにね、別にお金取らないわけじゃないですか、この YouTube の動画に関してはね。まあ、回線代とかね、そのスマホのデバイス代とかは別として、<laughs> YouTube 別にね、タダで見れるわけですから、まあ、プレミアのなんか広告外せるやつプランもありますけど、まあ、基本無料で見れるわけじゃないですか。 うん、だからその無料のコンテンツをどれだけ作れるのかなっていうところが、うん、勝負ですよね。だから、久保さんが言ってた、そのや、やれるだけやる、やってダメだったら文句言ってやろうっていうのは、その、何をやったのかっていうと、ギブをしたってことですね。いろんなことを学んで、お金払って学んだことを、あの自分の言葉で話して、お金を払ってない人たちに対して、自分は <laughs>、ね、クレジットカード2枚の枠でね、 ななんとか、ね、高額な金払ってて、勉強してでも多くの人はそれをやってないわけじゃないですか。でそれをやってないんだけど久保さんはやりました。そこで学びました。そんで学んだことを無料でいろいろこう伝えてったっていう話ですよね。うん。まあそ,それがそれが何をやったのかお教わったことをどれぐらいやったのかっていうその本質的な部分なんじゃないかなと思いますね。 うん、なぜ久保さんがの底塾が売れたのか、久保さんのセミナーに参加する人がいたのか、それは久保さんが、あなたに代わって、金を払ってね <laughs>、高い金払って学んで、で、それをタダで教えてくれてたっていう。うん。そう。いってらっしゃい。